1896年当時のカーニバルケベックウィンターカーニバルは毎年1月から2月にかけてカナダのケベックシティで17日間の日程で行われる雪祭りである。世界最大規模の冬の祭りと言われる。札幌雪祭り、ハルビン氷祭り、そしてこのケベックウィンターカーニバルは世界三大雪祭りと呼ばれている。 マスコットのボノム合理の城元々は1894年に始まったもので途中二度の世界体制や世界恐慌で中断されながらも続けられてきた1955年にケベック市民の手で従来のカーニバルに手が加えられ現在の形となったまたこの時マスコットであるボノムが誕生した有名なリオデジャネイロのカーニバル ニューオーリンズのマルデグラに次ぐ世界第3位のカーニバルとも言われる。雪のため開催前に備品が壊れたり、期間中にも悪天候のため様々なハプニングがあったりしながらも現在に至るまで続けられている。マスコットのボノムは他の国のカーニバルを訪問したり、アイスホッケーの試合の始球式にゲストとして登場したりもしている。マイナス30度の寒さの中、 世界から50近いチームが集まって、それぞれが自由をテーマに雪像を制作するのをはじめ、下記のようななイベントが毎年準備されている。また、氷の遊園地や氷の城といったアトラクションもある。トナカイやバファローの肉の串焼きやスープが供されたり、メープルシロップの即売が行われたりもする。かつてはバレルジャンピングもあり、かなりの観客を集めていた。 アトラクションではないが、祭りの時期、ケベックシティの近郊にアイスホテルができるため、祭り見物の傍ら、そこを利用する観光客もいる。このホテルには、バーや礼拝堂があり、礼拝堂では、結婚式も挙げられる。ABC カルナバルでカベックハット、自家ツーリズムアシスタンス世界のカーニ割ルここ、モントリオール、ここモントリオールハットアイスイズ、ナイスフォー、A ウィンターウェディング、ザ、 ニューヨークタイムズスーザン・キャド、ディセンバー19 2040ドリームウェディングローケーションス、アイリッシュ・インディペンデントイアン・マッカークメイ27 2009ありがとうございます